教えて坂道先生。はい、日刊スポーツで芸能の記者をしております横山聡と申します。乃木坂46さんですとか坂道シリーズの、グループを担当させていただいていますが、今回は乃木坂46さんの、斉藤飛鳥さん、1期生の斉藤飛鳥さんの、10年間のですねちょっとした紹介ですとか、ご説明というかを、自分なりに、ちょっとさせていただければというふうに思っております。現役のね本当にバリバリの、エースの方でいらっしゃいますけれども、ちょっと、自分なりですね、こういうあの取材をしてて、思ったことですとか、初めて見る方でもちょっとこうそうなんだと思うようなことを、ご説明できればと思っておりますので、ぜひよろしくお願いします。では始めさせていただきます。はい、ではですね、斉藤飛鳥さんの、まずね生い立ち、簡単な生い立ちと、そして、加入してからもう10年以上ですね、10年半ぐらいを、ご紹介できればと思っております。1998年8月10日生まれでいらっしゃいますね。東京都出身、東京都のご出身で、成人式のね、地元の成人式の映像が出ているという数少ないメンバーの方でいらっしゃいますけども、はい、地元の小学校出られて、で中学校も地元の出られて、でその中学校に入られてもう、ね、これ見てわかるんですけども13歳ですね。13歳の時に、乃木坂46の、1期生オーディションに合格、とされました。何度も言われていることではありますが、1期生の最年少のメンバーでいらっしゃいますね。13歳と大体10日ぐらいです。11日ぐらいですかね。当時は13歳になったばっかりで入られてますね。これ以上若く入ったのは岩本蓮加さんだけじゃないですかね、歴史上はね。八尾瀬美香さんは12歳で入られますから、早生まれでしたから、今だから23歳でいらっしゃいますけども、最年少でございますね。で、今でもよくいじられていたりとかですね、たまにネタにされているところがありますけども、結構そのいちごミルクが大好きとかですね、あだ名もアシュリンというあだ名でしたね。アシュリンとかアッシュとか呼ばれていらっしゃいましたね。自分でもそういう挨拶をされてましたけど、今はだいたいアスカちゃんとかアスカとか呼ばれますね。ちょっとこの呼ばれ方は最近にはなくなってきました。その辺もね後でお話できればと思いますけども、それだけ本当にそのもう中学1年生からですから、もう多感な時期を全部乃木坂46で過ごされてこられたっていう方ですね。当時からですね、やっぱ顔の小ささっていうのは飛鳥さんの、ね、特徴の一つでいらっしゃいますけども、うち の, 新聞でも確か実物大のなんか記事が写真付きでねご紹介させていただいたこともありますけども、18センチみたいなありますけども、小顔でいらっしゃって、人気も少しずつ、出て、来られたみたいな感じでしたけど、とにかく2012年2月22日ですから、13歳ですね、これもね、13歳の、冬って言ったらいいですか、中1の冬、これで、ファーストシングル、デビューシングルですね、ぐるぐるカー、それで、選抜入りされます。デビューシングルでね、選抜入りしてるんですね。ちなみにもうぐるぐるカーテンで選抜入りされている、ぐるぐるカーテンのいわゆるオリジナルメンバーは斉藤飛鳥さんしかいらっしゃらないですね。もうね、1期生は4人いらっしゃいますけども、秋元さんは加入前で、樋口さんと和田さんは、選抜に入られていなかったので、ぐるぐるカーテンを歌っていたメンバーはもう斉藤飛鳥さんしかいらっしゃらないというね、そういう時代になってしまいましたけども、でございますね。でただですね、セカンドシングルのオイルシャンプーからはまたアンダーに、落ちられて、しまいます。今でこそ、絶対的エースですね。正直乃木坂46の今トップと言っていいでしょう、斉藤飛鳥さんは。ただ、実は10枚目のうち7枚から先、要はですね、結構アンダー経験されてるんですね。前半の7枚のうち10分の7はアンダーなんですね。
11枚目シングル命は美しいで、選抜に復帰されて、そこからはずっと選抜、なんならセンターも4回ぐらいやられるんですけど、最初は実は結構アンダー経験されていらっしゃったんですね。でこれがまあ斉藤さんのすごい、まあ、特徴というか、まあ、ここまでなんですかね、本当にまあ、乃木坂がここまで本当に勢いを持続している、まあ、要因でもあると思うんですけど、斉藤飛鳥さんの大ブレイクっていうのは結構そういう経歴を持ってらっしゃる方ですね、はい。まあ、ちょっと話が戻りますけど、2012年でいうと6人のプリンシパル、これ本当に何回もお話してるんですけど、すごい過酷な舞台で、上位16人の、もう順位がつくっていう、こう、まあ、本当に今ではちょっとありえないって言ったらあれですけど、乃木坂46の歴史の中でも本当に過酷な舞台だったんですけど、1幕で、自己 PR とかやられて、2幕で、不思議の国のアリス風のですね、ミュージカルをやるっていうことで、1幕のその自己 PR の結果を幕外で投票して、それで、上位16人が、出られると2幕にっていう話だったんですけど、斉藤飛鳥さんはやっぱり、まあ、当時こういう感じですから、入ったり入んなかったりも結構でも入ってましたね。結構上位に入ることもあって、でなんかすごいずっと印象的なのは、特徴というか私ないんですけど、学校で花丸を唯一もらった特技をしますって言って、こう前回りをその場でしてみせるっていうですね、すごい微笑ましい、まあ、13歳14歳になったぐらいの時かな、そういう特技を披露されたりとかしましたけど、1日だけ確か5位になった日があったんですよね。その日は本当ご自身もいやまだ呼ばれないまだ呼ばれないって思ってたらしいんですけど、その時は確か私って言っても可愛いじゃないですかみたいな、なんかそういうちょっとこうぶっちゃけキャラというかですね、まあそういうその、まあ、もちろんある意味ネタで言ってる部分があるんですけど、もちろん ジョークでというか言ってる部分もあるんですけど、なんかちょっとそういうのですごいこう盛り上がって面白くて、でそれでその日だったと思うんです、確かね5位になったっていうのがあったと思うんですけど、まあそういうなんですかね、なんか昔からそうなんですが、まあ毒舌キャラとかクールとか言われますけれども、本当ユーモアに富んだ方でいらっしゃいますね。もちろんその自分でその可愛いっていうことが面白いわけで、周りからはもちろん可愛い可愛いってずっと言われていましたけど、まあ自分でそういうふうに言う人って当時全然いなかったですし、まあそういうことがやっぱり面白かったので、すごいこうインパクトありましたし、まあそんなところもありました。もちろんドゥもトロワもね、それぞれ活躍しながらっていうところではありましたけれども、まあ最初のうちは意外とアンダーが多かったですね。でそこでアンダーライブとか経験されて、アンダーライブのアンコールでやっぱみんなで涙してっていうのも経験されているからこそ、まあ、今の強さがある部分も多分あるんじゃないかなとは思いますけれども、で流れがまあ変わってきたというか、これまだ選抜センターにはなってない時ですけどね、ちょうどその選抜復帰されたぐらい、選抜に定着するぐらいの時かなっていう時なんです。15年、キューティーというファッション誌の専属モデルになられるんですね。でこれが、乃木坂でいうと発表順でいうと確か白石さんの次2人目だったと思うんですよね。今でこそ坂道シリーズの、ファッション誌専属モデル、レギュラーモデルってものすごいたくさんいらっしゃるんですけど、2015年っていうのは本当に乃木坂46でも、まあ、本当ブレイクの、まあ、ブレイク前夜、もしくは本当大ブレイク間近みたいなね、紅白に出る年ですから、この年って初めて、まあ、年だったんですが、でモデルが結構続いていくんですね、この年。斉藤飛鳥さんだけじゃなくて、いろんな方がモデルになっていくっていうこともあるんですけど、その最初の発表が確か斉藤飛鳥さんで、キューティーという専属モデルになられると。やっぱり小顔で、まあ、本当にそのタイトル通りですけど、キュートな、ね、魅力もあられてっていうところがあったんで、この辺りからファッション誌にガンガンやっぱり乃木坂46が進出していくという中の、まあ、先駆けというかね、になった、一人でいらっしゃいます。この後キューティーさんって休館されて、スイートっていうところのレギュラーモデルに今はなられていらっしゃったりしますけど、他 のファッション誌にもね、もちろん斉藤飛鳥さんよく出られますけども、まあ、そういう流れが、まあ、ありますね、はい。でこの辺りから選抜に定着されて、やっぱりそのちょっと次世代エース的な、まだまだ2015年ですから何歳ですか、17歳ですね、まだね、この年に17歳になる、これ発表時は16歳でした、ね、
若いですね、まだまだ。これがやっぱりその乃木坂46の歴史でやっぱりなんですかね、大きかったところですよね。やっぱ斉藤飛鳥さんが、本当最年少の斉藤飛鳥さんがここまでブレイクしたっていうのはすごい大きかったと思うんですけど、で16年5枚目シングルですね、裸足で様、で、初センターですね。意外な人選でもあったかもしれませんけども、機運はすごい高まっていたので、おー来たかという感じでしたね。これは私がセンターになったら、今すごい乃木坂がいいところに来てるのに、いい勢いなのに売れなくなっちゃうっていうことをね、選抜発表の時に、まだあの乃木坂工事中の中でバナナマンさんの前で選抜発表が行われてた時期ですから、そういうことをおっしゃってましたけども、まあ不安なところもあったんでしょうけども、あのここで初めて単独センターやられて、夏のツアーでね、雨晴れってやつですね、あの神宮球場の神宮ってこう最後嵐様を披露するときに感想の一瞬そのブレイクがあるんですけど、そこで泣いてこう泣きながら神宮って叫ぶっていうシーンが、まあすごい印象的な、まあ、あのライブでしたけども、そこでこう本当一つ大きな経験を、場数を踏んで、センターでやっぱツアーやるっていうのはね、大きな経験ですから。でどん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 やっぱ絶対的存在に、なっていくということですね。その後3回センターやられてますね、やられていますけども、まあ、3回なんですけど、まあ、順番で言うといつかできるから今日できる、自己中で行こうシングアウトかな、はい、っていうあの3曲で、いつかできるから今日できるは、ダブルセンターでしたけど、西野さんとね、っていうことでしたけど、まあ、その時も朝日なぐのこれ舞台の方で主演されたりとか、はい、でその後はまあ映像犬、これは映画ですね、これは、映画に主演されたりとかですね、あの本当に女優としてもすごいあの経験を、まあ、本当にその分かりやすくって言ったんですけど、本当にステップアップどんどんあのしていくっていう感じになりますね、はい、でそのシングルアウトもそうなんですけど、結局その2020年以降も、まあ、コロナ禍になって、まあ、配信シングルがね出られるわけですけど、ルート246ですとか、もう飛鳥さんのセンターっていうのが結構定着して、まあちょっと前ですけどね、この2019年ぐらいから、2019年のツアーは確かあの白石さんが結構あの参加されなかったところもあったりとかしたんですけど、もうとにかくですね、飛鳥さんがもうセンターに立ちまくるわけですね、はい、で生駒さんがセンターだった曲とか、まあ、白石さんがいないところとか、まあ、別の曲とかもそうなんですけど、やっぱりもう本当に、まあまあ何回もあれですけど、本当にエースというかね、絶対的な存在に、まあ、どんどんなっていくわけですね。でもうその間に、まあ、西野さんも卒業されて、白石さんも卒業されてしまってというところなんですけど、いまだに23歳現役バンバリバリバリで大活躍されている、あのそういう方になりますね、はい、まあ何回もあの話していることなんですけど、やっぱりその斉藤飛鳥さんの存在っていうのは非常に乃木坂にとっては大きくて、もちろん初期から支えた生き者の方々っていうのはみんな存在大きいですし、まあ、生駒さんもそうですしね、あので白石さん、西野さんっていう方もいらっしゃいますし、まあ、そのセンター経験された方もそうですし、まあそのまあ、桜井さんはじめね、キャプテンの方とかもってもそうなんだ、桜井さんとかキャプテンもやられてましたしね、まあ、いろんな方がいらっしゃる中で、まあ、生田さんの存在もすごい大きかったですけど、というね、話せばきりがないんですが、ただやっぱりその斉藤飛鳥さんが最初こうアンダーの方が多かった斉藤飛鳥さんが、まあ今でもねおっしゃいますけども、最初はお姉さん方がグループを引っ張ってくれたと、で私はアンダーでしたからということをおっしゃってましたけど、でだから最初からずっと最前線にいたわけじゃないんですと、だからその分今、まあ、頑張ってる部分がねありますということをおっしゃってました。でそのちゃんとそこで勢いが持続できたからこそ、こういう絶対的エースがまた現れたからこそ、今3期生とか4期生とかが、まあ、選抜センターとかになっても本当にその違和感なくというか、あのそういう空気がね醸成できる時間があった、時間が、まあ、稼げたっていうと言い方はちょっと良くないかもしれませんけども、そういうあのところは本当にあるんじゃないかなと。もちろん一期生の方とかがいなくなってしまうと、やっぱりあの顔ぶれが変わりますから、あの知ってる人が亡くなっちゃったなとか、
あ、知ってる人が減っちゃったなとかですね、あの見てる側からしたら思う部分もあると思うんですけど、そこを斉藤飛鳥さんが出てくることによって3期4期が成長するまでの時間でもさらに、あ、でもまだ1期生がいるっていう、そういうところが、あの1期生がセンターにいたりとか1期生があの最前線にいるっていう、なんかそういう、こう流れがねできていって、まあ今11年目に入った乃木坂46が今でも勢いを持続していける本当に大きな要因の一つになったんじゃないかなというふうに、まあ個人的にはね思います。はい、何でしたっけ、アッシュ、はい、は何で最近、まあそうですね、最初は呼ばれてましたし、いちごミルクとかおっしゃってましたけど、まあいつ頃かってすごい難しいんですけど、例えば17年のそのダブルセンターだった、いつかできるから今日できるってシングルとかもうそう、まあ、このぐらいからですかね、なんかちょっと本当に、ここがだから何歳ですか、19歳か、まあ、19歳20歳とかになっていくにつれてやっぱり、まあ、単純にやっぱ大人になっていきますから、とにかくそのしなやかなダンスが、まあ、さらに際立つようになってきたというかね、あのそんなところもありますね。やっぱその19から20歳にかけて、まあ、そういうちょっとこう、まあ赤ちゃんキャラというか妹キャラというか、まあそういうところから少しずつあの本当に、まあ、いわゆる成人の女性としてのあの魅力的なメンバーっていう風にもなっていくという、まあ、もちろんその可愛らしいところもありながら、さらにそこにそういう魅力を上乗せしていったっていう印象が、まあ、あるんですけど、まあ、名前で言うと18年のこれが2月ぐらいに、放送された、もう乃木坂工事中ですね、当時はね、乃木坂ってどこから工事中で、まあ有名な回があるんですけど、バレンタインの回ですね、今でも大盛り上がりする、まあ乃木坂の中でもこうガチの勝負って言ったらあれですけどね、する企画があるんですけど、要は後輩から先輩一人に対して一人を選んでバレンタインのチョコをあげて告白するというですね、まあそういう企画があるんですけど、斉藤飛鳥さんこれ2期生が相手だったんですけど、まあ立候補しては振られ、立候補しては振られ、北野さんとか伊藤純奈さんとか、みたいな、すごいこう本当にで最後泣いてしまうっていう回があったんですけど、この辺でバナナマンさんからアスカちゃんって呼ばれるようになるんですね、まあ、この回だけじゃないんですけど、このアスカちゃんっていう愛称がこうその後定着してくるんですね。でご本人もアスカちゃんっていう呼び方すごい気に入ってるみたいなんで、で周りの方もそうですし、メンバーもそうですし、あメンバーの方は結構前からアスカちゃんって呼んでる人いましたけど、あのアスカちゃんっていう呼び方がここで定着していくっていうのがありますね。とやっぱりそのバナナマンさんの影響っていうのはね、まあ、すごい大きかったような気がしますね。だからもう4年ぐらい前からはアスカちゃんっていう方の方が浸透していって、今ではもう体感ではもう9割以上がアスカちゃんって呼んでらっしゃるんじゃないですかね。もしくはもう後輩からはアスカさんとか、まあ、遠藤さんなんかアスピーさんってね呼んだりしますけど、はい、まあそういう風に変わっていって、でまあそれを時と同じくしてっていう感じですかね。なんか少しずつちょっとこうあのいちごミルクキャラでいじると、まあ、怒るとかですね、はい、まあそのちょっと前からなんですけど、これは15年ぐらいからなんですけど、毒舌キャラでね、どうせお前らクリスマス過ごされていねえだろうみたいな、まあ、そういうちょっとこう毒舌キャラみたいなところもありましたし、なんかちょっとこうそういうところもなんかまあ言ってしまえば本当にうまくこう移行していったなっていうですね、あのところはありますよね。やっぱりその幼くして入った方が抱える、どの方も抱えるちょっとこう悩みでもあると思うんですよね。どのアイドルグループでもやっぱりそういう最初その最年少がどうしてもその妹キャラが抜けなかったりしますから、まあ、今でもね秋元真夏さんとかにはちょっとこうほっぺたを触られていじられたりもしますけど、まあその中でもやっぱりちゃんとこうちゃんとお姉さんになっていって、今では締めるところはちゃんと締めて、後輩にもちゃんとアドバイスをする、ちょっとこう弱ってる時に連絡をくれたりするらしいんですけど、まあ本当頼もしい本当に存在になったなというかね、なられたなというか、あのそんな方で、いらっしゃいますね。はい、まあなんで本当になんか皆さんもファンの方も多分ね思ってらっしゃる部分があって、まあ、もちろん後輩の方々がすごい成長育ててこられて本当に人気のある方もたくさん出てきましたけど、やっぱり斉藤飛鳥さんって言うと絶対的な、まあ、正直トップですから、
本当に今後もまだまだ本当にご活躍されていかれるんだろうなというふうに思いますし、やっぱりその斉藤飛鳥さんがいるうちはなんか大丈夫じゃないかって思わせる何かがねあるような、そんな存在でございますから、2022年も、まあ、その先もですね、まだまだ注目して、ご活躍をね見ていきたいなというふうには思います。はい、ということでですね、今回は乃木坂46の斉藤飛鳥さんのですね、ご紹介ご説明みたいなところを、自分なりにさせていただきました。次回以降もですね、何かもしこのグループのこういうところとか、このメンバーのことをもうちょっとこう深掘りしてほしいですとかね、そんなご要望がございましたら、ぜひご遠慮なくですね、コメントですとか、ツイッターですとか、なんないとですね、ご連絡いただければと思っております。はい、日刊スポーツのね紙面とネットの方もぜひ引き続き、読んでいただければと思いますので、よろしくお願いします。はい、では以上でございます。ありがとうございました。